ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、切磋琢磨。懸命に努力して自分を磨き上げること。また、同じ目標を持つ者が互いに励まし合い努力して向上を目指すこと。一字一字が独立した意味を持っていて、それらが合わさって出来上がった言葉です。切とは、獣の骨や象牙を切り出すこと。磋とは、ヤスリやカンナなどでそれらを磨き上げること。琢とは、宝石や石などの角を削って形を整えること。磨とは、砂と石を使ってそれらを磨き上げること。これらの作業は手間がかかって、体力や精密さも求められる大変な作業です。そんな様子から、自分自身をより一層磨き上げるという意味が生まれました。この言葉は、中国最古の詩集である詩経が出典です。詩という国の民謡を集めた詩風というカテゴリーの中の綺句という詩の中に出てきます。綺句は、詩の国を治めていた君主である武功を称える詩です。武功は90歳を過ぎてもなお自分自身を向上させるように努めていました。そんな自己錬磨する姿を磨き抜かれた工芸品に例えたんだね。パワフルおじいちゃんだわ。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。 To make friendly rivalry like David and Jonathan. 今日のチェックポイント、 Friendly rivalry、仲のいいライバル関係。Like 〇〇のように。ダビデもヨナタンも聖書に登場する唯一無二の親友で、互いに尊重しながら競い合うことで向上していったとされています。努力して自分を向上させる、そんな意識を持つことは大切だけれど、でも一人では限界があるわ。挫折だってしちゃうし、そんな時、切磋琢磨できる仲間がいれば嬉しいよね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!